でもさん、 500cc クラスの世界グランプリ今シーズン振り返ってどうですか？実はですね、昨年チャンピオンだったフレディ・スペンサー選手、今回も実はこのレースにエントリーをしてたんですけれども、残念ながら、腕がしびれるとか痛みとかですね、その辺でちょっと実は、第一戦のスペイングランプリでですね、独走しながらレース中盤で、ピットへ飛び込んでしまうと、でリタイアしてしまうというようなことが実は起きましてですね、で以後、一回ストリートがちょっと顔を見せて走ったりなんかしたんですけれども、結局ほとんどのレース欠場ということで、ライバル、本来のライバルであるエディ・ローソン選手、ヤマハの YZR500 になりますエディ・ローソン選手がですね、500のレースの11戦中の7勝を挙げまして、これも最終戦の3番目のグランプリを待たずして、スウェーデングランプリで今年のチャンピオンを決定したと、こういう流れになっています。今回このレース出てますガードナー選手、はい、今年は、優勝を実は、3回、しまして、ランキングでは2位を得ています。片山さん、ガードナーはこのスーパーサーキット全日本選手権シリーズの最終戦にも参加しているわけですが、今年の 500cc 世界グランプリ、片山さんどういうふうにご覧になってますか？そうだね、彼自体が去年、発揮してた自分の実力自体を完全に発揮しえなかったっていう、なんかもったいなさは感じたね。それ自体、彼が、フレディ、ガードナーっていう2人でホンダ戦力を、担うっていう形になってたのが、フレディが抜けたということでプレッシャーを感じたという、巷の噂だけども、ええ、フレディに関してはね、僕はものすごく憤りを感じてるわけ。というのはね、僕にすればもう嘘つきフレディなわけね。というのは日本に、3回も来て、結局はレースしないし、遠くからこれ観客たくさん見に来てて、それでその人たちはやはりワールドチャンピオンであったフレディ見に来てるわけよね、それが、来てね、数週水曜日とか木曜日走って、それでそれがあたかも免罪符のようにね、来たけど走れませんでした、帰りますみたいなね、とんでもないと思うわけ、今までね、ケニー・ロバーツであるとかね、バリシンであるとか、彼らがね、築いてきたワールドチャンピオンっていうもののね、ステータスをね、もう本当にもろくもね、紙くずのように彼はね、無にしてくれてる、もうとんでもないですよ。というのはね、俺が嘘つきだってね、その言い切るのはね、彼自体がその怪我はそら仕方ないよ、あるけどもね、レースできないならできないって初めから言いやいいのにね、あたかもできそうな顔して、来て、それで、数周走ってやっぱしできませんでしたみたいな、今根本さんが言ってたけどね、最初のスペイングランプリにしても、彼はレース初めから完走するつもりなかったんだよね。というのはタイヤ自体を、本番に予選用のタイヤつけたわけ。40周のレースがあるのに10周しか持たないタイヤつけてビュンと走って、それでやめちゃったわけよ。でそんなの知ってるのはタイヤ関係者だけでね、それは彼の直属のメカは知ってるだろうけども、一番迷惑を被ってるのはそれは期待してた観客であるし、それから、僕も一チームオーナーとしてね、このフレディを含むチームをね、指揮している人たち、この人たちは本当に1年間もしくは数年のね、プランニングは全く水の泡となっちゃうわけ、とんでもないですよ。それでジャーナリストたちにもね、本当に、誠意を表さずにね、彼は例えば昨日の記者会見にしてもね、えへら笑いでね、答えているという、それは日本人感覚からすればね、日本人だけじゃなくてヨーロッパのジャーナリストもね、それは怒ってますよ。僕はね、こういう人がワールドチャンピオンを取ったっていうことはね、本当に悲しい。体の調子が悪い、走れないっていうのはね、誰にもある。だからその時はね、それなりにね、態度を表して、やめればいいことで、それは許されることで、無理することないんだから、はい、でもそれ自体をね、何かこうオブラートでいつも包んでね、やってるっていうのはね、もう僕は大嫌いだね。怒りの言葉っていうのはね、こういう時にぶつけるために僕はあるんだと思って、今日は話させていただきます。片山さんとしてみはフレディ・スペンサー潔しとしないというところが、ね、あるということなんですが、そういう意味では世界の 500cc のグランプリシーンも根本さん、どうでしょうね、少しずつ変わりつつあると言ってもいいんですかね。そうですね、500cc というのはもう非常に、250も最近はそういう傾向になってるんですが、特にね、500cc の そのコストっていうんですか、ですからどうしてもそのビッグスポンサーが必要になってきたという、そうなんだよね、そういうことからしてもね、スポンサーってやっぱし大金を、大枚を払ってライダーを契約してて、やはりフレディみたいな状況があるとね、もう泣いちゃうよね。そうね、ある意味ではその二輪のレース界に対するその対外部に対するその信頼性みたいなことがね、あるとは思いますけどね。
僕たちやっぱし一生懸命このモータースポーツをね築き上げてきたっていう自負心があるわけ、それをねやっぱしなんか彼一人でね、崩してるみたいなね、とんでもないって思うね、うんうん、まあフレディのことはともかく今日はいいレースしてくれる、はい、平君がいり、ワインガードナーがいり、はい、木下君がいるからじっくり見たいと思いますね。そうですね。Yes, I've been coming here since 1981, which is a long time, and I've won the past 9 times, which is a fantastic record, I think. But it could be hard to do it this time because I'm now retired. I've had a long season in Europe racing GPs, and I'm now sort of coming down and relaxing more, and I have to come in race. And I mean, I like coming in race.But I'm also very tired and I want to go home soon. But I hope I can make it 10 or 11 times, who knows? Well, I'm confident. I always go out to win the race. I always do. It's, if I went out and I was beaten before I went out, of course I'll lose then. So I'm going to go out and try and win. Like I said, Tyra's going to be very, very hard to beat. He's riding good.We'll see what happens, really. I think it'll be a good race, no matter what. Okay. 根本さん、このワインガードナーは日本国内では目下無傷の9連勝ということですね。そうですね。鈴鹿では非常に相性がいいということで、まあ、はい、インタビューでも彼答えてくれましたけども、もともと自分はもうここで育ったようなもんだからみたいなこと言ってましたからね。なるほど。はい、そういう意味では十分にコースを知り尽くしているということですけれども、はい、ガードナー選手、F1 のですね、このレースのその F1 のその出場を取り消すと、500に集中するんだというぐらいかなり緊張してますんでね、はい、おたおたしてるとこれちょっと浮かずにはいけないなという緊張は彼は随分してるみたいですけど、ね、うん、ハンマリのグランプリで、初優勝 250cc クラスで、初優勝を遂げて、帰国直後のパイラ選手です。帰国直後の第一戦ですけども、花からもう 500cc ですごいタイムを出してますね。そうですか。まだ500に乗り始めてね、半年ぶりということでまだ日が浅いんで、まあ、ぼちぼち行ってるんですけどね。あれでぼちぼちですか。もうだって会って前にそのコースレコードを出してしまったけども、まだまだリハビリ中ですから。はい、そうですね。まずその一つの何かこう平選手の中に何かこう天気が一つの何かきっかけが芽生えたんじゃないかなと、まあ、これは勝手なこちらの想像ですけど、ただやっぱりね、帰ってきてこれだけタイムがいいと、きっとこれは何かあるぞという感じがとってもするんですけど、いかがですか。今シーズン最初にちょっとつまずいてね、アクシデントに見舞われましたけれども、そういう中で最後にああいう優勝ということでね、締めくくれたのがもう最大のいい点だったと思います。それが、まあ、今回国内第一戦でこういう予選タイムに現れたんじゃないかな、自分で考えますね。もうお客さんはね、はい、残念ながらフレディ・スペンサーが欠場してますけれども、はい、ワインガードナーとは完全に五分、もしくは、これを完全に置き去るんではないかと、そういうような想像をしていると思いますけど、まだまだガードナー選手にはね、まあ、自分の方からトライして追いついてなんとか頑張りたいですけど、できれば1周でも2周でも前を走りたいですね。各マシンは現在ウォーミングアップを行っております。まあ、根本さん、平選手はそういう意味では今年は 250cc で世界グランプリに参加したわけですが、はい、表情が非常にこう変わってきたような印象ありますね。そうですね。まあ、先ほどの岡田選手の話じゃないんですけれども、私も実際に話してて、あ、彼は一皮かけたなという感じは確かにします。いろんな話に対してね、はい、具体的にこう自分の気持ちを素直に表すというところが、前よりも随分出てきましたから、あ、そういう意味では人間的な成長も含めてですね、はい、今後に大きな期待ができると思います。各グリッドにそれぞれの選手がウォーミングアップランを終えまして戻ります。86の全日本選手権シリーズ最終の第11戦です。日本グランプリロードレース 500cc クラスの決勝になりました。ポールポジションは平忠彦です。ワールド GP ダブルチャンピオンフレディ・スペンサー、彼は栄光を追い続ける。僕たちは彼を追いかける。世界を制覇したトップライダーレーシングスーツ、夢を追いかけるライダーたちのモーターサイクルファッション、南海部品。世界最大のセブン・フォー・セブン・ジャンボ、
ビッグトップ。シンガポール航空はこの最新鋭の翼を最も多く所有して、今世界一。今日もまた最新鋭の翼に大きなロマンを乗せて、シンガポール航空。未来への鼓動、躍動する現代。明日を目指す人々に主な空港や駅で価値ある情報を送り続ける日本ビデオネットワーク。